ト君、今みんなとヘアスタイルについて話をしてるところなんだ。私の髪の色をちょっと変えてみようかな。アスナにいじられたヘアカラーだけど、そろそろイメチェンもいいかな、なんて。そういえば私がやったんだった。あれからずっといじってなかったしさ。確かにたまには気分を変えてみたくなりますよね。そうね。私ももう少し動きやすいよう束ねようかな。私、パパに髪の毛すいてもらうのが大好きです。パパは髪型変えないんですか？リト君、なんでそんなに無関心かな。髪型って自己表現の一つでしょ。それってすっごい大事なことだよ。前髪の長さが少し違うだけでもすごく印象が変わるんだから。キリトさんはどんな髪型が好きですか？なあニシリカ、キリトの好みに合わせようとしてる？参考に聞いてみただけです。もしかしたらその髪型にしてみるかもですけど。それってつまり見慣れてるだけってことじゃない？もうシリカちゃんが真面目に聞いてるのに。イメージとして定着しちゃっているっていうのはわかるけどね。でも女の子は男の子に褒めてもらいたくて何時間も鏡とにらめっこするものなんだよ。そうそう、キリト君はちょっとデリカシーに欠けるんじゃないかな。でも案外こういうやつに限ってイメージチェンジした女の子に簡単に転んだりするかもしれないのよ。シリカは
今のままがいいと思うけど。シリカの髪型で好きな部分があるのよ。え、何がですか？ちょっとその場でぴょんぴょん飛んでみて。ゆさゆさが可愛い。どういうことですか？なるほど、束ねた髪の房が揺れるのがシノノンはお気に入りなんだね。なんかね、揺れるのって目を奪われちゃう感じがする。自分じゃ全然わかんない。あ、そうだ、リーファも髪束ねてるよね、ポニーテール。ちょっと飛び跳ねてもらってもいい？来るとは思わなかったわ。ぽよんぽよん跳ねてます。リーファちゃん、ストップストップ、胸が揺れてる。あんだけ大きく揺らされたらさ。揺れるものに目を奪われる。ものすごく納得しました。でしょ、シリカはその髪型じゃないと揺れるものがなくなっちゃうから、そのままの方がいいよ。これぐらいどうってことありません。パパこそいつも攻略お疲れ様です。でもたまには息抜きもしたいのよね。
ってきたんですね。お帰りなさい。ただいま、ゆいちゃん。ママは息抜きしたいんですか？まあね。でも攻略もあるし、息抜きなんて言ってられないんだけど。急に聞かれると、特にこれって浮かんでは来ないんだけど。私、行きたい場所があるんです。その心配はいりませんです。私が行きたい場所には強いモンスターはポップしませんから。気分で大丈夫ってこと？はい。今のパパとママの実力なら、そう言っても問題ないと思います。はーい。じゃあ私、お弁当を用意してくるね。早速、着替えさせてもらうね。
私とゆいちゃんはそこの木の陰で着替えるから、キリト君はあっち。ここまで作れるなら、他にも衣装を作って売れば繁盛するかもよ。どうでしょう。私、パパとママのためだったから作ることができた気がするんです。嬉しいこと言ってくれるじゃない。もう花子は？キリト君ずるい。自分だけ先に湖の中に入るなんて。そうですよパパ、ずるいです。そんなこと言う人には、えい！そんな見え見えの攻撃が通用するわけないでしょ。ゆいちゃん、そっちに回って、挟み撃ちにするわよ。わかりました、ママ。パパ、覚悟してください。その構え、まさか二刀流？ゆいちゃん、気をつけて。キリト君は私たちをいっぺんに攻撃するつもりみたい。パパ、あんまりです。私を攻撃しようとするなんて。隙ありです、パパ。今がチャンスよ。そうね、一斉攻撃。私も嬉しいです。私、ここがアインクラッドの中で一番綺麗な場所だと思うんです。だからぜひパパとママに見てほしくて。22層の私たちの家があったところも綺麗な場所だったけど、うん、景色の美しさなら圧倒的にここの方がすごいよね。私も思った。リフレッシュできた気がするよね。76層に来てから一
の層に戻れなくなって前のお家には行けなくなっちゃいましたよね。だからあのお家とは違いますけど、でも少しでもあのお家にいた時みたいな気持ちになれればなって思ったので、パパとママがそんな風に感じてくれたなら大成功です。ゆいちゃん、あれ、パパ、ママ、どうしたんですか？あわ、そんな、二人で私のこと抱きしめてくれるなんて。持ってたのに日焼けの心配がないってかなりありがたいかも。湖を反対側まで見てくるとか無茶なことするからじゃない。私はこの宿屋さん好きですよ。他の人たちもいるから
いつも賑やかですし。そうね、私たち3人がいる場所が家。うん、それでいいと思う。